こんにちは、こじこじです。今回は新春秋葉原で購入したジャンク PC 福袋の中から出てきたパナソニックのレッツノート。以前から興味はあったものの、なかなか入手する機会がなかったので、今回初めてのレッツノートということで、完全分解してメモリーの増設、ハードディスクから SSD の乾燥、そして全体的なメンテナンスクリーニングを行っていきます。早速ですが、パナソニックのレッツノート型番なんですけども、 CF-N9 インテルの第一世代の Core i5 が搭載されています。一応 Core i5 なんですけども、少し型が古いかなといった感じがします。ただ Windows 7 Pro のライセンスシールがついていたり、サイドに PC カードスロットがついていて、まさかのこの世代で PC カードスロットついてるみたいな感じのね、ジャンカーにとっては嬉しい仕様になっています。前回の動画で BIOS までは動作確認したんですけども、こちらのレッツノート、このキーボード周りがね、特にちょっとひどいかなといった印象を受けます。こちらのキー、多分タブキーのキートップが欠けていたり、このキー周りですね、すごく汚れています。多分ね、こういう仕様なので業務用で10年とかね、使われていたんじゃないかと思います。ただ汚いと言っちゃうとね、それだけで終わってしまうので、まあナウシカ的にね、働き者のいいレッツノートなんじゃないかと思います。もう白おじもね、すごい喜んじゃいますね。ということでね、こちらのレッツノート、こういった感じでね、業務用で使ってたシールの跡だったりがあるんですけども、こういったのをきれいにしたり、さらにね、コメント欄でコメントいただいたんですけども、公式ではね、6ギガまでしか最大ねメモリー増設できないと書いてあったんですけども、全体的に分解することによってね、最大8ギガまで限界突破してね、メモリー増設できるということで、いろいろね遊んでいきます。分解する前にまずね、バッテリー取り外していきます。バッテリー取り外さないで内部ねアクセスしてしまうと、感電したりね、内部の部品が壊れたりしてしまいます。なんですけども、僕はね、バッテリー取り忘れちゃったりってことがあるので、結構ね注意が必要だったりします。それでは早速ね、開けられそうなところが1、2個あるのでね、開けていきたいと思います。多分ここがメモリースロットだと思われます。こういった感じで、メモリーね、本来1個しか増設できなくて、後ろにね、もう1個メモリーがある状態、本当に完全分解しないとメモリー取り外せない状態になってるんですけども、ちょっとこのメモリーのね、増設仕様はね、意地悪じゃないかなと思います。こちらの謎スロット、なんかハードディスクとか入りそうな感じしてるんですけども、中身はこういった感じで PC カードスロットなんですね。これ PC カードスロットを覆うだけにカバーがついていたんですね。これちょっと衝撃的ですね。ハードディスクとかどこに入ってるのかちょっと今のところわからないんですけども、ちょっとね、いろいろ分解していきたいと思います。それではこのサイドにね、なんか入ってそうなので出します。なんだろう、あー、カバーがついててハードディスクが入ってるんですけども、このまま引っこ抜いちゃっていいのかな。大丈夫そう、大丈夫そう、大丈夫そうかな。ダメだと思う。まずコネクタを外してからのハードディスク取り出しですね。はい、こういった感じで 2.5 インチの SATA のハードディスク取り出せました。で、この SATA のケーブルは引っ張っちゃうとやばかったやつですね。危うくこのままこう引っ張っちゃいそうになっちゃいました。続いて PC カードスロット取り外していきます。 PC カードスロット2箇所でね、ネジ止めされているので、この2箇所ネジを取り外しまして、のこのコネクタでケーブルが接続されているので、ロックを解除して外します。マイナスドライバーなどで上に持ち上げてあげると、ロック解除できましたね。無事できました。それでは PC カードスロットと取り外します。こういった感じで PC カードスロットついているみたいですね。それではいよいよ裏面全体的にネジ外していきます。1箇所目からかなり特殊な感じなんですけども、ゴム足とネジが一体化しています。それでは反対側も同じようなゴム足と一体型のネジだと思うので、こちらも外していきます。反対側もこういった感じでゴム足と一緒に取り外せました。すべてのネジ取り外したんですけども、後ろがね、なかなか取れる気配がないので、ちょっとどうしようか悩んでいます。
インターネットで検索したところ、こちらの3箇所でねキーボードの固定をしているみたいなので、こちらのロックを解除します。さすがにねここでキーボードがロックされているとは思いませんでした。こういった感じの金具で固定されています。それでは同様に3箇所外していきます。ということで3つキーボードのロックを取り外しました。それではキーボード取り外していきます。この辺りがね一番取りやすそうかなって感じがします。とりあえずマイナスドライバーでこんな感じで少し浮かせられたら、あ結構怖いな、結構取り外しやばそうですね。とりあえずお好み焼きのヘラを使ってどうにかしたい。綺麗にいけましたね。この感じで全部できるといいんですけども、ということでキーボード取り外せました。わあなんか結構ひどい感じになっちゃったな。ベニャベニャになっちゃってね、元に戻せそうにないんですけども、両面テープねマジで硬かったです。両面テープの位置は5箇所かな、うん5箇所ぐらいなんですけども、めちゃくちゃ硬くてね、どんなに上手い人がやっても初見だとキーボードこうなっちゃうんじゃないかなと思います。キーボードの接続はこのテープの下でね固定されているみたいなので、このテープを剥がして、こういった感じでテープ剥がせましたら、こちらロックを下に下げてキーボードごとこういった感じで接続剥がしました。テープとねちょっとこのフラットケーブルがねもう固定されてるので、テープごと剥がすしかないですね。でキーボードはやっぱり案の定こんな感じで全体的に歪んじゃいました。ちょっとね頑張ってキーボード直してみました。ちょっと歪んだだけなのでそんなにね汚くはなっていないかなといった感じです。それではキーボードの下にネジが 1,2,3 箇所あるので3箇所ネジ外しちゃいます。それでは最後に 1,2 箇所ネジ外します。こういった感じでね浮いてきてるので取れそうですね。まだ何箇所か固定されてそうな感じがありますね。あまり意識してなかったんですけども、型番違いでここにね DVD ドライブ搭載モデルがあるみたいなんですけども、どうやらね同じ側をね使っているらしく、この部分のね取り外し、ここだけの部分のね取り外しができそうです。でここ取り外すと中にねネジが止まってるというね、ドライブついてないのを目隠しするためにね蓋がついてるというね意味不明な構造、これこうする必要なかったんじゃないかなみたいなね、はいそういった感じあるんですけども、基板部分に対してのプラスチックパーツがねすげー多い。それではちょっとこちらがね接続されてるみたいなので外しちゃいます。全体的にこんな感じで内部にねアクセスすることができます。結構時間かかりました。こんなにね内部にアクセスするの大変なノートパソコンも珍しいんじゃないかってぐらい、はいめちゃくちゃ大変でした。それではいよいよ基板のね後ろ側にアクセスします。ネジが1箇所だけね止まっているのかな。1箇所外すと、あ全体的に結構なんかいろんなケーブルで怖い、ちょっとブチって言ったの怖かったです。ちょっと失敗したんですけども、いろんなケーブルで固定されててやばいですね。ということでねこんな感じで内部にアクセスできました。メモリーなんですけども、こういった鉄のプレートに覆われていて、完全に分解しないとね増設できないような感じになっています。こういった感じですね。このプレートで覆われていて、メモリーの取り外しは外側からはねできない感じですね。それではメモリー取り外します。取り外しもちょっとテープが止まっていてねやりづらい感じですね。
こういった感じで、ね、取り外すことができました。もともと LP だの2ギガがね搭載されていたみたいです。それではメモリー増設していきます。今回はサムスンのDDR3 の4ギガメモリーです。仕様に関しては PC3 の1600ということでね、同じ DDR3 の、はい、周波数のメモリーです。なので多分動いてくれると思うんですけども、それでは4ギガ2枚搭載します。それではメモリー増設できたので逆の手順でね組み直していきます。それではまだ組み立て途中、仮組みなんですけども、増設したメモリーがねしっかり認識できるか確認します。電源、しっかりと BIOS 入れました。メモリーなんですけども 8GB DDR3 認識しています。無事逆の手順で組み直しました。ただ自分の動画編集しながら見ながらね組み立てたのに、なぜかネジが1本余ってしまいました。ちょっとねネジ余っちゃうのは情けなかったです。はい、それでは最後になってしまったんですけども、清掃メンテナンスを行っていきます。内部に関しては分解した時、組み立て途中にね綺麗にしたんですけども、このキーボード周りとかはねどうしても途中で綺麗にできませんでした。あとキーボードですけども、ちょっと歪んだんですけども、綺麗にね取り付けることができました。少しぐらいの歪みならリカバー可能な状態です。それではキーボード含めて全体的に綺麗にしていきます。それでは毎度おなじみのコストコのサーフェイスウィップス使ってね綺麗にしていきます。これかなり洗浄力もあるし、なんていうんですかね、このウェッティの周りがねちょっとギザギザしているので汚れもね落としやすいんですよね。途中なんですけども、こんな感じでねめちゃくちゃ汚れてます。それではノートパソコントップのこのシール跡も落としていきます。100円ショップのねシール剥がし液使ってね今回落とす感じです。ということでシール跡綺麗にできました。それではトップの盤面をね軽く磨いていきます。ということで全体的にかなり綺麗になりました。最後になんですけども、もともとね東芝のハードディスクが搭載されていたんですけども、 SSD にね換装しておきたいと思います。まあ換装というか SSD に交換しておくだけですね。それではハードディスクにもともとついていたこのテープを剥がして、硬いんですけども、剥がしてSSD の方につけておきます。それではこのテープのね粘着が弱いので、上からセロテープでねしっかり貼り付けておきます。それでは SSD 搭載します。特にねネジで固定したりはしない形なので、このような感じで搭載して、このちょっと危なっかしいフラットケーブルでしっかり SSD 固定しましたら、このような感じでねハードディスク SSD の搭載が完了です。それでは元通りついていたこちらのマウンタでネジ固定します。それでは今回時間の都合で Windows 7のね再インストールちょっと難しいので、 Ubuntu のライブ USB を使って全体的な動作確認を行っていきます。それでは Ubuntu のライブ USB で動作試験を行っていきます。電源オン、ということでね Ubuntu 立ち上がってきました。それではまずマウスからねチェックしていきます。マウスのカーソル、しっかり動きますね。とりあえず LibreOffice のライターが入っているので、こちらでねキーボードの入力を行っていきます。今回個人的に一番心配なのが、キーボード外す時にね結構歪んじゃってるので、それが壊れてないかですね。それでは入力していきます。いけるかな。お、これは結構ラッキーですね。しっかり全部のキー入力することができます。それではシフトキーとかいけるかな。シフトキーもしっかりと
使えるようですね。逆シフトは、両方シフトキー使えて、十字キーもしっかり使えています。キーボードがね、結構ベニャって曲がってしまったので、もしかしたらキーボード周りね、壊れちゃったりしてると嫌だなと思ったんですけども、この辺ね、しっかり動いてくれるみたいです。CPU に関しては、しっかり4コア、2コア4スレッドなのかな、しっかり4つ見えています。メモリーに関しても、8ギガ中 1.2 ギガしか使用していないので、ライブ USB からのね、Ubuntu 起動なんですけども、だいぶ安定して動いているように見えます。なんとか無事にパナソニックのレッツノート、完全分解してメモリーの増設、クリーニング、メンテナンスすることができました。公式ではメモリー上限6ギガなんですけども、完全分解することによってね、メモリー8ギガまで増設することができました。ただ、パナソニックのレッツノート、僕が当たったレッツノートだけなのかな、かなり分解難易度が高くて、パーツがとにかく多いのと、キーボードみたいにちょっとね、取り外しに失敗すると壊れてしまいそうなパーツがあるということでね、かなり分解が鬼のように難しいなと僕は感じました。動画撮りながらなんですけども、結局ね、分解するまでにね、2時間かかってしまいました。で、今回のレッツノートせっかく直したのでね、今後ジャンクのね、動作確認だったりいろいろ遊んでいきたいと思います。この動画が面白かった、参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタンしていただけると僕のモチベーションが上がります。またこちらに前回前々回の動画あるので、まだ見ていないよという方いましたら、ぜひぜひ見ていただけると非常に幸いです。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。